タフスクリーンツールームハウス MDX の畳み方。屋根の前後の四隅を持ち、中央に折り込みながら半分にします。両端を内側に折り込んで長方形にします。長方形をさらに内側に折り込み、4分の1サイズに畳みます。収納ケースのサイズに合わせて畳むのがポイントです。あらかじめ前後のドアのファスナーを一部開けておきます。四隅をきれいに広げ、四角形になった状態で畳んでいきます。ドアを中心としてサイド面を内側に折り込み、さらに中に折り込み、4分の1サイズに畳みます。インナーテントの上にフライシートを重ね、フライシートの天井側からポールケースを芯にして空気を抜きながら巻いていきます。最後にすべてのパーツと一緒に収納ケースに入れて完了です。